皆さんおはようございます。どうもどうも今日軽井沢に行きたいと思います。去年から今までずっと行きたいと思ってたから、今朝バスに乗って軽井沢に行って、楽しみ。そこはいいねいいね。日本人なのにあんまり話したくないね。なんで？ん？なんで？まあ、まあ、よくわかんないです。バス停見つけた。軽井沢。8時10分。インザン。2番の席。今バスに乗ってる。ハイティのイヤホン買って、あとお菓子も買った、あと水、じゃがりこと、たけのこ、ここに置こう。何？ iPad は？違うよ。お菓子、お菓子と飲み物。重いでしょ。あんまり楽しみ。ちょうどマスク使ってる。100万円、変人だ。変人。変人。なんて変人。変人。Sounds like 変人。全然匂いがする。うん。いいじゃん。リラックスできる。Yeah girl。軽井沢に着きました。今自転車を借りてレストランに行くつもりですです。ランチメニューあるし、Sure. Okay. 何か食べたいの？ Can I see? ここか。鶏肉とキノコの揚げ出し豆腐のランチセットしますと、これはどれですか？これはサバの味噌煮になります。はい、はい、以上です。以上です、ありがとうございます。玄米から選びます。玄米、ありがとうございます。玄米、ありがとうございます。玄米、ありがとうございます。本当に迷惑な人。ピザって何？昔は、今もひそち。ひそちっていうのは何？ひそち。ひそちなんかプレイ。なんで英語で？ひそちっていうのは、何？夏とかに暑いところから暑さから逃れるために行く場所のことです。リゾートみたいな。フィリピンでは多分大体みたいな場所だと思う。まだ行ったことがないから知らないでしょ。はいはい。そういうわけで、そういうわけで、そういうわけで、はい、ありがとうございます。わー、wow, girl、サバ煮になりますね。はい、サバ、ありがとうございます。揚げ出しの、はい、ありがとうございます。はい、すみません。おー、だとすごい。はい、ありがとうございます。何かご注文した？は？何ご注文した？鶏肉と揚げ出し豆腐。美味しそう。うるせえ。なんで英語で？日本語で、日本語で。日本語は恥ずかしいんで話しません。なんで？わかんない、シャイ。でも日本人なのに。そう、日本語で喋るときは静かだから。昔の駅？
ど、今の新しい駅の前の古い駅ですね、うんうん、今教会に向かってます。昼ご飯はどう？昼ご飯は美味しかったですね。美味しかった。あまり高くない、うん、まあね、ぜひぜひ機会があれば行ってください。 I look like a pastel, right? Yeah. 何か、何でか撮影、子供の頃に、分かんない。はちみつか、うん、めちゃめちゃ高い。何の You can taste. 今醤油入ってきた。欲しいの？ Oh, scary. ショーゴみたい。What? え？チャーチストリートっていう。Let's go. じゃあ、入りましょう。綺麗。おお。Oh, miserable. 教会の名前って何？ Saint Paul Catholic Church. あ、Saint Paul Catholic Church。あ。テレサハウスに出た。What? うん、その、ね、告白する、告白した時。なんか、That's so on. わかんないけど。Isn't it heavy? Oh, I heard like Yama-chan talking about it. Like, it's so heavy when you confess.、うん、and you invite someone to come to the church. そうね。It's too heavy, right? そうね。You can't go inside. Hi.どっちが好き？あ、これはね、これは可愛い。For me? これで、なんで英語で喋るの？ So easy for me. Why don't you get it? Because your coin case, you need it. ねえ。Seriously, you just put points. あまり高くないよ。700円。かわいい。I want you to like learn how to use like coins, seriously.ジャン、うん、あそこ中山のジャン。じゃあ行ってみて。行ってみよう。行ってみよう。もうすごい。Excited to send it。いい感じ、うん、また来たい、うん。Majestic って何？ Majestic 何？ What's that? かぶってみて。Oh, eternally sincere. Eternal sincere. かぶってみて。うん。じゃあ、Let's go. アウトレットに行こう。行きましょう。行きましょう。Let's bike again. KK、軽井沢駅の前でございます。何回も。この駅、テレサハウスに出た。いい景色が綺麗、もう紅葉を見えることになります。じゃあ今から軽井沢プリンスのアウトレットモールに行く。そういうわけでレッツゴー。わあ、かっこよくないよ。You should buy like a good one because it lasts so longer. Mm-hmm. I went to those shops, like Coach, and bought my wallet. I bought my wallet there. Mm-hmm. And they are like so much nice people.終点です。お出口右側です。
動画を最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあバイバイ。